はい、こんにちは、レトスノームです。今回は定期借地権についてスライドを使って解説させていただきます。まず定期借地権ってどういった借地権なのかを解説いたします。定期借地権というのは更新のない借地権なんですね。更新がある借地権については普通借地権です。まずこの違いですね、ここを頭に入れておきましょう。更新があるのが普通借地権、更新がないものが定期借地権と、まずここは頭に入れておいてください。で、定期借地権については3つの種類があるんですね。1つ目が一般定期借地権、2つ目が事業用の借地権、3つ目が建物譲渡特約付きの借地権。3つあってそれぞれ内容が異なります。まず何が違うのかというと、まずは存続期間です。一般定期借地権については50年以上で定めなければなりません。事業用借地権については10年以上、50年未満で定めなければなりません。建物譲渡特約付きの借地権については30年以上で定めなければなりません。このように存続期間に違いがあるので、これはそれぞれ頭に入れておきましょう。で、続いて特約の内容です。一般定期借地権と事業用借地権については、まず最初にもお伝えをした通り、更新がない、これを特約に記載しなければなりません。また再築による存続期間の延長はないですよ、これも特約に入れておかないといけないです。さらには建物買取請求権もないですよ、この3つですね。この3つを借地契約の中に入れておかないといけないということなんですね。この内容については一般定期借地権と事業用借地権共通の内容となります。で、この特約の仕方についてなんですけども、一般定期借地権については書面で行わなければなりません。これは公正証書じゃなくてもいいです、書面であれば OK。 一方で事業用定期借地権についてはこの特約の内容っていうのを公正証書によって契約しなきゃならないんですね。こういった違いありますんで、ここは注意をしておきましょう。今言った内容の一つでも欠けてしまうと、一般定期借地権だったり事業用借地権にならないんですね。例えば1から3の内容を満たしている、でも存続期間が5年だったとか、または60年だったみたいな感じで、ここの10年以上50年未満、これを満たしていないとなってくると、これは事業用借地権にならないんですよ。また一般定期借地権についても、例えば40年で定めたとか、こういった場合も一般定期借地権にならないんですね。つまりここの内容すべて満たさないといけないんです。で、満たしていないとどうなるかっていうと、定期借地権じゃなくて普通借地権になっちゃいますんで、この点注意をしておきましょう。で、一般定期借地権についてはどんな建物を建ててもいいんですね、制限ありません。で、一方で事業用借地権についてはもっぱら事業用の建物じゃないとこれは事業用借地権になりませんので、ただし居住用建物は除かれます。例えば投資用のアパートを建築する目的で事業用借地権、これはダメなんですね。アパートっていうのは居住用じゃないですか、だからダメなんですよ。あと居住用のマンションとかもダメですね。一方で事業用として商業ビル、これを建てるんだというのであれば、これは問題ありません。これが一般定期借地権と事業用借地権ですね。そして建物譲渡特約付きの借地権なんですけども、これは先ほど言った通り存続期間は30年以上で定めて、で、借地権設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者、つまり地主ですね、地主に相当価格で譲渡する旨の特約があるもの、これが建物譲渡特約付きの借地権です。この内容を見ると更新ありませんよね。例えばこれ40年って存続期間決めて、40年を経過した時にその建物を地主に相当価格で買い取ってもらうということは更新はないって話ですよ。なので定期借地権に入っているって話ですね。で、これは口頭で行ってもいいです。またどんな建物であっても制限ありませんので、この点も頭に入れておきましょう。で、内容的には難しくないんですけれども、これ全部覚えなきゃいけないんですね。これあえて赤文字とか青文字とかにしてないんですけれども、その理由は全て重要だからなんですよ。なんでこれは全て頭に入れておきましょう。で、理解すべき部分については別途個別指導で解説させていただきます。理解すべき部分わからないなという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。